なるほど、これがエメゴリ君ってやつですか。確実に吉田羊を狙ってる目だな。そしたらふざけてないで説明見ますよ。機械を移動ってことはその場から動けるわけではなさそうだな。どこにも動けない。まるで私の人生みたいですね。重いわ。音符マークが霞むぐらい重いわ。要するにエネミー的何かから視界ずらして制限時間いっぱい生き残れボケカスガってことですね。なるほど、ある種の避けゲーなわけか。てっきり探索ものかと思ってたぜ。ちょっと何言ってるかわかんない。なんでだよ、すこぶるわかりやすかっただろうが。シフトキー使えば高速移動か。オッケーオッケーオッケー牧場。何こいつ。冷たくない?冷たさだけが売りですから。そんな売り捨てちまえ。もう少しでマリサがまがいもののゴリラから真のゴリラになるんですね。皆さん今のうちにハンカチのご用意を。これで泣くやつ病んでると思うよ私。っていうか想像以上にしっかりとした操作説明があるんだなぁとね。感心してるぜ。リードミー4どけってゲームが多いですもんね、この手のやつは。そうそう。あれ?マリサがもう一匹画面に。いやこれ私じゃねえからってか、私ゴリラじゃねえから。うほほほ。疑問をゴリラ語で投げかけてくんのやめろ。さてと、お待ちかねの本編です。本日は私ループと。マリサでお届けするぜ。まあ初めてだし、まずは通常ステージからだな。冒険心のかけらもないですねゴリラさん。マリサです。ということでいざ出陣。テーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるな。どこぞのヒロシだよお前。でおー。化け物の見た目が予想してたよりリアルだなおい。実写的な要素が入ってるからそう感じるのでしょうね。まあこれでゲームの目的がつかめました。こういった浮かんでる化け物から視線をそらし続ければ良いのですね。いけそうか?私を誰だと思ってるんですか?変態お姉さん。大正解。否定しろや悲しくなるわ。もう少しで1分を切るな。これは本当にいけるんじゃねえか。楽勝ですね。何回まっさまじくうざい顔のゴリラが通り過ぎた気が。それどころか何回一気に化け物増えてねえかここ。時間経過で種類が増える感じか。まあそう簡単にはいきませんよってこったな。大体の化け物は固定の位置からゆらゆらしてる感じですが、うざ顔ゴリラが厄介そうですね。うわっこれちょっとまずいかもしんない。頑張れループ。生まれるー。踏ん張れとは言ってねえよ。おめでとうございます。元気なコニちゃんです。生まれた瞬間からご立派で何より、通過も速さる系じゃねえ敵までいるな。原型とどめてるの一部のパーツだけですもんね。あとこの狭さでこの数やられると意外ときついことがわかりました。敵に見つかってはならない探索ゲームってマップがあってこそ成り立つものだと思ってもまえー。なんだその顔。落ち着けソープ。ループだよ。っていうかいよいよまずいですよこれ。メンタル削られまくりですよ。と畜生めー。しかし私は諦めない。たかしくんと約束したんだ。お姉さんホームラン打ってくるよ。ってね。このゲーム関係ねえ。気づいちゃったか。さっきのプレイで分かったこととして序盤は下手に視点を動かしすぎず後半動かしまくろうぜベイベという感じ。特に終盤はうざ顔ゴリラが数体に増えるのでそれまでにメンタルを最高値で保っとく必要がありそう。あいつが一番変な動きするからな。ほんとそうかもしれない。大学に数人ああいう顔の生徒がいるんだよ。絶対全員バカッター要因だよね。すげえ偏見だなおい。マックスのまま1分切りそうだな。いい感じだぞ。こっからが勝負だ。スタバでお茶してー。このタイミングでスタバを欲すなや。スタバ行って銀座6行って海鮮丼食べてスタジオ行くの。都会吐き取りかき様、たくふざけてねえで今度こそクリアしてくれよな。丁重にお断りさせていただきます。即決でご承諾願えるだろうか。マジで今回はいい感じだぞ。ギリになるかもだがクリアできるかもしれない。まあギリギリでいつも生きていたいカプーンをリスペクトしてますからね私。また一定層から怒られそうですね。ふざけて言ったことを真面目に指摘されるとこまで含めてここのネタだよなもはや。なんかもうこの化け物たちがコミカルに見えてきたわ私。わかる。なんだかんだ個性的で憎めない化け物たちですよね。そうそう。さてと、あとは時間を潰すだけです。数字的にギリギリな感じもしますが多分いけるでしょう。これでようやく我々も立派なゴリラになれるってわけか。嬉しくないな。全然嬉しくないですね。そしてたまに映り込んでくるうざ顔ゴリラの荒ぶりが若干ツボです。残りタイム短くなってまいりました。これはクリア確定でしょう。意味わからんゲームだったがなかなか楽しめたな。フリーゲームはこういうのがあるからやめられないんですよね。10秒を切りました。大和田常務を召喚すんのやめろ。コメントに大和田常務マジ可愛いとか書かないでくださいね。フリじゃないですからね。フリですね、わかります。お疲れ様でした。これは喜んでいいものなのか?知らねえ、終わり。